イクラドジョンです。今回はナビ VS ザ・ナイツ・ウォッチというクランですね。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。はい、先行ナビの方から、星さん。あ、この配置は、ちょっと前に前回を星さん自身で撮ってましたね。今日もちょっと、風呂上がり男なので、髪の毛がちょっとボッサボサですか。まとまってないですか。さあ、ラバトツからの、あっと通らない。ウォールブレイカーは入ってたので、一応、ああ、誘われてましたね、これはね。前回取ったことある配置と全く同じものを出して、まあ、罠判明をしようとしたというところですかね。突撃艦の角度ってこの角度で合ってたっけ？若干四字側に寄せた内側から出したような感じもあったけど、まあ割とね、雑に出したところをしっかりと咎められましたね。エレクトロタイタンがね、これユニコーン打ってしまっているので、フリーズをかけることで調節しました。ここのフリーズも本当は使いたくなかったところ。さあ、インビジブルで一度、まあ当然ですけど対地クロスもね、前回追っていたので、アイゴレキングを展開することでリカバリーしていきます。前回はまあここら辺をね、すべてトツウィズで突破して、クイーンのみでタウンホール拾って、ロイちゃんのキングのとこ刺したんだったかな？逆サイキングしたんだったかな？キングロイちゃんを6時に使ってたような気がする。だから圧倒的にきついですね。さあ、投石機の方をクイーン誘導させていきましたが、これその次、タイチクロスと入るので、タウン打てるか？タイチ打ちます。タウンホール打ちます。HP がちょっとキングが削ってくれてたので、フリーズも使ったこともあり、なんとか突破できました。逆サイドからのラバル展開になりますね。リカバリーはかなり苦しい。さあ、これはテスラモリもここかなり固められて、これはさすがに 100% おっさんの前回の全開を見て、同じような攻めするなら誘っちゃうよーんというシステムを作り上げたわけですね。さあ、ストライカーの出てきそうなところにもバネがぴょんぴょんはまっていきつつ、これは、誘われましたね。さあ、赤爆もしっかりバルーンにヒットしていきつつ、中心マルチ IT3 連打というところ、ここを突破するのはね、大変難しいところなんですけど、初動でミス、あんなにね、痛いミスが出てしまうと、まあミスというか誘いがね、起こってしまうとさ、トルネードはここに置いてあるような状況。さあ、バルーンは落ちていきます。さすがにこれだけはめられちゃうと無理ですね。まあ、トッツビズがまず、全然バリューが変わってきたっていうところでね。まあ、罠一つで変わるのがこの戦術なのでね。まあ、罠に影響されないような使い方っていうのが一番いいんですけど、まあ、今回はちょっと、こういうわけではなかったので、はめられてしまった形になりましたね。さあ、77からイーグルが飛んでくる間に間に合うか、一番上12時エリクサーポンプですが、間に合わないということで 77% です。さあ、対戦相手はスーパーアーチャーですかね、これは。さあ、いい防衛を一つ決められた後、返しでね、どこまで取ってくるかってとこですが、さあ、上からこれ、おいー、オーデン付きの、ドームを一気に決めていって、まあエアスイーパーかからないような状況なので、まあある程度、この突撃艦は自分でコントロールができますが、ここに落としていく。なんかこの攻めも見たことあるような気がしないでもないが、さあ、ウォールブレーカー一回挟みつつ、クローン、クローン、レイジ、クローン、あ、じゃあ、レイジ、インビジブル。さあ、モノリス、タウンホール、タイチクロスボウ、投石機あたり、まあイーグル砲とかも取れたらいいよねって感じですが、タウンホールの方は大丈夫そうですかね。ラストのインビジブルですがどうでしょうか。ポイズンターも破壊せず、タウンホールも突破しつつ、イーグル砲までは触れませんでしたが、クイーンもロイヤルチャンピオンも両方処理ができましたね。すごい、これ気持ちいい。壁越しに金庫殴ってるんですけど、このチェーン気持ちいいな。さあ、12時から登場、キングクイーン、アイスゴレム、エレクトロタイタンですが、タイタン先行させすぎたので、これ援軍処理にタイタンが起動してくれるか怪しいですね。いや、無理でしたね。これはちょっともったいない使い方。エレクトロタイタンがいればここラバ処理も簡単にできたんですけど。ロイヤルチャンピオン角度つけてイーグルマルチの方に刺していくような使い方。これはエレクトロタイタン雑に使ったこと非常に大きく出てますね。
ああ、クロークまで吐かされて、ポイズンの呪文がね、いかに偉大かというところがね、これで改めてわかりますね。3時から合わせてラバルをやっていくんですけども、タイチクロスが、あっと、降りきれない。いや、これヒーローパート、もったいなすぎるな。半端なくもったいない。アイスラバが先行して、宝石の竹取ってほしいんですけど、真上に入るので、バルーンに移りますね。さあ、これバリュー自体は結構取れたようにも思えたんですが、まあ時間も加味してね、上から結構早めの展開をしてきたと思うんですが、まあアイスゴーレム、キングではなくてエレクトロタイタンがね、タイチクロスに殴られるような展開を作ったので、エレクトロタイタンが速攻で潰れてしまい、援軍処理に時間がかかりというところ、焦った分、急がば回りですね。回って間に合ったかは別問題ですが、70% ということで低パーセント。星さん自身でこれは70対77というところで、はめられた。おお、外周部。こういうのがあるからね、しっかり、これ、こういうの、めっちゃやってんのかな？これ知ってる配置なんかな？これに関しても。あ、この配置もちょっと見たことあるような、ないような。ベルナウクイヒーラバル。シューターを3次セットなんですけど、なんか、やってたな、これ。あ、ボールブレーカーつけてたな、これも。なんか、見たことある配置並べてきて、そういう、やってんな、これ、相手。あー、これは痛いな。さあ、リクスケ使っ、ねえ、リクスケルトンいい使い方してきましたね。さあ、ホーミングチェック用のバルーンではなく、これはマルチ IT を降りに行くようなバルーンで、潰しに来ましたが、うん、大丈夫、間に合って。さあ、レイジタワーに乗ったスーパーガーゴイル、火力が上がってるんですけど、まあ、バルーンの方でタイミング捨てたんでね。そして3時の方がタイチクロスに捕まりまして、シューターが破裂しています。投石機まで伸ばすことができず、まあ、なぜかというと、クイーンが本来はこのタイチクロスの射程のね、入るので、いい、でも、いいストライカーでしたね、今、クイーン処理まで。はめられている。さあ、逆サイド、キングパートの方にテスラマリがごっそりということで、ナビ対策バッチリですね。まあ、こういうのはね、本気でナビに勝とうと思ったら大事なことですね。防衛側が仕掛けてきてます。さあ、いいウォールブレーカー。それはすごくいいウォールブレーカー。クロックもしっかり残した状況で回せてるしね。さあ、ここフリーズ1回タウンホール挟みつつ、レイジをどっちに打つかですか？これタウンホールの方がいいですね。うん。フリーズ打って、あ、インビジブルから打つから、これ。タウンホール間に合わない。トームは打ったんですけどもというような展開。タウンホールの方にバルーンが戻っていってインビジブルで守られて、さあクイーンの方は真ん中突破ができそうです。さああとはヘイストがあるんですけど、もう打つしかないので、もうそこねジャンジャが打っていくしかないですね。ただこれバルーン 2-2 なので意味がない。さあ迫撃まで走りかけましたかというところ。さあウィズ島に対してバルーンを当ててホグウィズをかましていきつつ、クイーンは時間切れ対策でクローク打ちますが、いやーこれもはめられましたね。はめられたというか、まあクイーンの誘導そのものがねずれたんで、あれはケルトンリクスケによって時間を作られたっていうのも当然あると思うんですけど、うん、ただこれはかなりパーセント自体も伸びていって、まあいいリカバリーではありますが 92% 時間切れです。さあ面白いですね、対戦相手。過去にねクイーンウォーカーズじゃない、いやナビが全開を取ったことある配置をあえて出して、同じプランじゃ取れないような対策をしていったということですね。さあ2回連続でこういうの続くと、多分残りの3つの配置もね同じようなこと考えてるんでしょっていうことか、もしくは他の3つはね全然関係ない配置が出て、まあどうせ気づかれちゃうから2つだけ同じしとこうみたいな感じなのか、ちょっと後の防衛が気になりますね。これ全部こういう感じでやってんだったらさすがに気づくと思うから、攻め方変えるんじゃないかな。3人目あたりからなんかそれでも取りに行くのか、プランを変えるか、戦術を変えるか、ちょっと
前の人のアタック見て選べそうですね。まあ、この辺がね、前の方に攻める人と後ろの方の攻める人で情報の違いなんですけど、そういうとこ活かしていきたいところ。さあ、エレクトロ隊一旦編成にウッドランチャーを添えて逆サイドから突っ込んでいきます。さあ、キングキングでここはストライカー添え、ネクロも外周育てていくと。さあ、アイスゴーレムとロケバルが両方突っ込んでくるところ、ウォールブレーカーも一緒に添えて、ウォールブレーカーで穴を開けていくことで、ウッドランチャーの穴開けよりも早く誘導が、あの穴が開くんでね、誘導が確実にいくような状況。さあ、ウォーデンちょっとキングに釣られて少し膨らみましたが戻ってきてます。さあ、レイジを置いてナイストーム、これはいいトームですね。さあ、暴走していってタウンホールの方まで入りつつ、スニゴブがタウンホールまで届いたんですけど、あ、削ってはいる。さあ、レイジを置いてヒーラー頑張れ。中心がクイーンの方でマルチマルチ触れるような状況ですけど、まあ先走りすぎちゃいましたね。ヒーラーも全部消えちゃってるんで。ロイヤルチャンピオンはシンプルなリクスケルトンに引っかかり中、ジャンプで裏の道作りましたが、ウォーデンも姿を消えている。最近ちょいちょいコメントくるんですけどね、ウォーデンこれ消えんの昔からある、よくあるバグです。めっちゃなる、これウォーデン姿見えなくなる、このバグ。まあ見えなくなってるから攻撃受けないかっていうと、そういうわけじゃなくて、視認性のただのバグです。見えないだけ、あの防衛説からは見えている、インビジブル的な能力が全くついてないんで、普通にただ見えないっていうバグなので、能力的には変わってないのでご安心ください。さあ、破壊率が終わってみると超伸びてない、66ですか。この段階で逆再貫通ね、結構していったんですけど、まあレイジに乗っけてヒーラーがね、エレクトロタイタンと真珠していったことによって、クイーンもサポートを得られず、さあ、67からこれ削って8で終わりそうですね。めちゃくちゃ美味しい 98% 防衛です。さあ、カズマくんはクイークが1枚入ったクイヒーラバル、この配置は見たことなさそうだけど、見て思い出せるかな。さあ、バルキリーサイドカットですね。スーパーバーバリアンみたいな使い方してきましたね。対空砲が近くにあるので、ベビドラとかよりもコストパフォーマンスのいいバルキリーを使ったというところ。なんかこんなような誘導も見たことあるような、ないような。まあカズマくん結構形がね、毎回同じような配置、結構同じような使い方することも多いので、どっか変わってても分かんないな、これは。タイチクロスのところね、受けつつぐるっと回していって、アイゴレキングをぶち当てていく。まあ、特に今のところ対策されてそうな気配はないですね。いいアイゴレになって、ここはポイズンターンが入るんですけど、こっちもポイズンを置いて相手のクイーンを固めていきつつ、レイジを置いて、お、ウッドランチャーがここ、あー、このウッドランチャー強いね。イーグル、シングル、マルチをと、そしてモノリスのところに。あー、嫌だ、そのパピー、パピー、パピー。ナイスフリーズ。これ、ウッドランチャーが大事だということが、ね、プラン的にも、そういうプランなので、まあ、クエイクまで打ってるしね。ランチャーのこの攻撃がめちゃめちゃ大事なので、しっかり届けていって、いいロケバル。頑張れ、キレ、ナイスウィズですが、イエティは入らない。クイーンの方はこれ投石拾って、ウォールブレーカーとかなんか、あー、ウォールブレーカーは取れていくが、クローク打って、もう一体バルキリー、これもう完全にスーパーバーバリアンだね。タウン前からラバル展開して、フリーズかけつつのラバル展開。フリーズがまだ3発。クイーンの方は落ちてしまいました。さあ、これフェニックス強い。あー。まあ、ただバルーン出すだけで OK だね、これは。さあ、フリーズかけてインビジブルタワーをまずは素通しして、まあ、バルーン集めつつ、レイジトームをかけていくんじゃないかな。さあ、ナイスレイジトーム。お？これは、お、投石のタゲを取るようなタイミングでのバルーン。さあ、ポイズンうざすぎる。が、これ、ウォーデン。あー、おでん、何してんの？おー、来た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 。
すごいね、これ。これはナイスリカバリーだ。クイーンはね、見捨てていって、あとラバルで回収しに行きましたね。バーサス。ランチャーから出てきたイエティが外周回っちゃったんですけど、両方タルが満タンで残ってます。いや、カズマくんはね、こういうところが本当に持ち味の一つですよね。こういうところ拾うのがうまい。さあ、61天才のエレクトロッタ一旦編成。対戦相手。まあ、防衛の方ではね、ある程度意図した防衛が取れてるんで、あとは攻撃で取るしかないですね、相手は。おー、ロケバル。すごい、レイジタワーが。発動仕掛けてた。あ、まずはここ。お、レイジから入る。なるほど。ボーラーでこの、ね、トルネードが、え？ただのヤンキーだった、これ。そうか。天才だった、そういえば。だから、インビジブルが2発しかない、この突ボーラーやったのか。罠ケアが一切ない。ただのヤンキーでした。さ、これ、アーチャータは聞きたいんですけど、さ、ロケバルも合わせて。ヒーラー、これ大丈夫、角度的に。全然大丈夫じゃない。さあ、ヒーラーを出したことによって、これ、イーグル砲が起こります。出す必要なかったんですけどね。ここで出せばいいのに。レイジないじゃん。終わりじゃん、こんなん。うわ。欲張りセットでしたね、この編成。天才もしたいし、トツボーラーもしたいし、クイヒーもしたいという形だったんですが、まあ当たり前ですけど、呪文の枠数、制限がありますので、こんな欲張りセットはうまくいかないという感じなんですけど、これどうリカバリーするんですかね。パターンホールにキング差し込む形でやってくっていう。ロイヤルチャンピオンにはポイズンリザード刺さっていって、ロイヤルチャンピオンも一緒に添えて、まあトームに合わせて進めていくしかないですよね。キングの方でしっかりと、お、ポイズン避けた。アンポイズン避けた。偉すぎる。フリーズそっちに打ったんだ。それね、落とせても1個しか落とせないのよ、それって施設が。パーセント、モノリスを突破するのは当然大きいことなんですけど、破壊率を意識しなきゃいけないシーンなので、これはロイちゃんに使うのが、でっかいですね。マックスでも1個しか壊れないから。さあ、ジャンプをタウンホールのところ、裏、グランジョンにかけていきつつ、ストライカーも間に合わず。パーセントがえぐい。60% 終了です。違うわ、今の見たらね、なんとインビジブル1枚でしたね。2枚かと思ったら1枚だったわ。とんでもねえヤンキーだったから、多分これプランミスったかな。プランじゃない、編成ミスったかな。これ天才やるつもりなかったかもしんない。いや、両方やっちゃったのかもしんない。どっちかだったのかな。天才でやろうと思ってたところを変えたのかな。さあ、ガク、クイヒーホグなんですけど、ちょっと火力も高くなってしまったところ、ここはヒーラー一体を犠牲にしつつ、タウンホールの方へ誘導を狙ってるようなイメージ。シューターは12時から。ここね、ホミングケアができないシーン、角度なんでね。内側にホミングないことを祈りつつ、クイヒーを進めていくような展開ですね。外周部でキング拾えるの、これ美味しい。ナイスストライカー反応。あとはこれ迫撃砲とシューターが当たるところどうかなと思って見てると思うんですけど、まあとりあえず上の方に進んだので、できればね、余裕のある今あたりで迫撃砲と当たる形取りたかったんですが、ウォールブレーカーないので、さあここ、ナイスホグライダー、これは援軍釣りです。
岩差つけて2体のホグで援軍は全て釣ることができました。クイーンの方に全て引っ張ることができてるんですけど、最悪のマルチ IT、 レイジまで置いてインビジブルまで置いて、あ、そうなるとアイスゴーレムが全て上の方に向かっていく。おでんぞうのタゲをね、クイーンではなくてキングで拾うことができつつ、そして気づけばアイスゴーレムがやっぱりクイーンの方が近いじゃないかということで戻ってきてくれてますが、ヒーラーが凍るような角度ですね。まあ、ぶっちゃけ対地クロスのみのタゲなので、いいや、いいベビー追加ですね。これはさあアイスゴーレム両方に範囲だからね。まあ、上の方は迫撃砲が捕まってイエティネクロというところ。さあレイジかけて、これはベビドラが追加で攻撃をしてくれている。さあ間に合うか、間に合っていく。インビジブルでクイーン隠れたんですけど、トルネードで剥がされていきます。さあここで中心トームを放っていくホグトーム。クイーンの方まで処理を行いつつ、フリーズ2発をどこに打つか、まだ2発ありますね。投石に打ちたいかな、ホグを延命するなら。延命しないならロイヤルチャンピオンに残すという形ですが、サンジの方、やはりこれはホグを延命するイメージで使ってきましたが、巨大爆弾セットが強い。さあ、ディガーもね、回収でサンジから出してますね。さあ、イエティのボムは膨らんで入りつつ、さあ、フリーズかけていってロイヤルチャンピオン残ってるんですけど、ちょっと、これは時間が間に合わない。惜しい、 95%。 いや惜しかったですね。エレクトロタイタン51編成時間切れ、クイヒーホグ。まあ今は結構やっぱりクイヒーホグが本当に流行ってますね。クイラバよりもホグの方が使われる頻度が直近のトップクランだと多いようなイメージもありつつ、これ対地クロスまで行くようなシューター、あーじゃない、おでひになるかな。でシューターでタウンホールを潰しに行くのかな。この角度だとシューター狭いですね。なかなか出しづらい展開。レイジ1本クイーンじゃない、おでんに使うようなイメージでやるのかな。あ、ヒーラー5体全部出してるから引きでなんとかするのか。これでもそこ切っちゃうとこのベビードラもったいないけどな。ここに施設残ってないとどうやって戻すんですかね、これ。クイーンを展開してゴリ押しで引っ張っていって逆サイドキング展開。また戻すことは成功しましたが、誘導ができない。あ、まあ、外から入れるんか。エレクトロタイタン、内側から入れたいと思うんですけど、外から入ることになりますよね、これ。はい、回収、広がりつつ。キングも巻き込んで外から合流と。まあ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 、こういうごちゃった展開でいいならいいんですけど。ボールブレーカー1枚あるんですが、まあ結局そうなることもあるよね。外から合流の嫌なところのポイント一つ、これ。そもそも入らない。入らなくて強そうなんだけど、でも。レイジタワーがシューターによってボコられたことによって、まあ、ダイクがこれでレイジタワーに乗ってすごい修復力を見せてくれてますね。アイゴレがすごいシュール。ヒーラーがスライドしなかったことによってエレクトロタイタンだけが進んでしまうような展開。クイーンが戻ってしまう。うん。クロック。わあ、撃てよ。撃たないからそうやってリクスケ捕まっちゃう。さあ、フリーズとロイヤルチャンピオンですが、タウンホールが折れた瞬間を狙って、ロイちゃんは上から下にフリーズ。時間がやばい。破壊率、今回の対戦なんて超苦しんでますね。 74%、5% から6までいって時間切れ。
さあ今の最終なんか時間切れと呼ぶかどうかは別ですが、さあ最終アタッククラウス、この配置、あ、これベルナウがディガホグやってましたね。この配置は覚えてますよ。ってことはベルナウを誘う配置は実は2個あったんですね。スケルトンインビジブルですね。当時はディガホグでね、この7時ぐらいからクイヒをタウンホールに向けて入れて、ディガを9時からみたいなディガホグやってましたが、さあスケルトンインビジブルということでベルナウとは全く違う攻めが来たので、対策がどう転ぶか。マルチクランジをしっかりと両方、これは決まりそうですね。両方決まりました。ホグ展開してシューターが3時から、このシューターの角度も全く違いますね。迫撃砲までロケバル刺すんだ、うまい。これによって折れない、折れないか。バル2体追加しましたね。あー上も、あロケバルで折れないんだね。あちょっとこれは苦しいな。両サイド上は折れた。あこの使い方うまいな。なるほどね。さ下側トルネード出てる。ウォールブレーカーで解除できました。これ本来この迫撃砲がなければ投石マルチを打てたんですね。フリーズをこっちに使いましたね。でアーチャーで次のターゲットをブラシに行ってます。うんうまい。まあフリーズ使わされちゃいましたけどね。まあ、クロスボウもあるのでヒーラー2体をクイにつけつつ、ロイヤルチャンピオンがイーグル砲、ここディギーが止めてくれたことによって、あーホーミング1体ヒットしちゃったね。ホーミングチェックのバルーンとかね。おー、あーまあクイヒールートがここなんで、わー対策がドンピシャで、ベルナウ対策のものが結局同じようなクイの動かし方なので、同じような罠で成り立ってしまっているような状況ですね。すごいな、もう対戦相手のコンセプトがすごくわかりやすい。クイーン、クロークタウンホールまで、ただスーサイドパートバカほど削れてますよ。ロイヤルチャンピオンをすでに使ってしまってるんで回収力が劣るんですけど、ドラゴンライダーパートどこまで伸びるか。シューターはマルチの方も当然触れるんでここまで伸びました。さあこれはストライカー届きましたが、ロイヤルチャンピオンの勝利まではいけない。スケルトンの呪文が1枚あるんですけど、これスケルトン置いてからのストライカー処理とかを見てたのか、モノリスのターゲット取りみたいな感じだったのか、まあ、多分モノリスのターゲット取りだったと思うんですけど、対策が別の戦術に対するね対策だったんですけど、それがしっかり、まあしっかりというか同じようなね誘導だったのでハマっちゃいましたね。まあ、相手のやってること面白いですね。たださラストアタック、これでナビの方は11点で全開1本っていうところなので、やってること自体はね刺さってるんですよね。過去に全開取られた配置っていうのを配信を見て持ってきて、その攻めを徹底的に対策するみたいなアタックだった、コンセプトだったと思うんですけど、きっちりハマって11点に抑えてるので、まあ防衛側でやりたかったことはできてますね。まあ、ちょっと攻撃の方でできなかったって感じですが。さスケルトン、インビジブル、モノリスとグランジョーというところ。グランジョーとモノリスを一緒に落としてクロノスってなっちゃいましたが。ちょっと、時間がかかっている。投石のスプラッシュダメージがね、両サイドから入るので、これは厳しいですね。取り切るんだったら先にやっときたかった。さあ、ベビドラ大砲カットからのダイアイゴレクイーン展開。ロケバルをアーチャータワーに差し込むことでキングの誘導を投石の方に持っていく。こういうユニット誘導のためのロケバルの使い方、さっきもね、クラウスはまあちょっと迫撃のタゲ、破壊して、シューターの延命みたいなイメージだったと思うんだけど、そういう使い方が増えてきてますね。さあインビジブルタワーのところフリーズクローク、さあクロスボウも折りつつ、あーキングがただ戻ってきてくれる。
援軍が出てきたのも見て早めのフィスト。この辺までは、まあ、クランジョが出てない、あでもストライクはこれで潰せるから、ラバがいなければまあまあまあっていうところ。さあヘイストバルーンを使っていってマルチ IT をおでんつけずに一気に突破してきましたね。さあここストライカー一気のトームで、おでんにこれポイズンリザードついてるんで、あ、ロイちゃん出してなかったんだ、トームの前にロイちゃん出せなかったんですね。まあ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 、さあここ一気のバルーンが、まあロイちゃんトームかかってないのが痛いですね。もうレッドゲージになっちゃってる。そしてシューターも6時の方を削れればよかったんですけど、伸ばしきることができず、まあ面白い展開だったんですけど、これも失敗になりそうです。防衛クイーンが大活躍中ですね。ストライカーの数が少なかったのかな。何体でやったんですかこれ。3体ぐらいしかいなかったようなイメージなんだけど、さすがにレイジなしでそれは厳しいかな。4体ですね。まあ4体でも、まあ、レイジをこっちに置いたならありだったけど、スケルトインビジブルだからねこのレイジはね。はい、ということでね、終わりまして11対10で勝利です。破壊率の方が 20% の大きくリードが取れましたね。まあ、ただ星数で11点に抑えられて、その原因っていうのがね、完全にナビにシフトした配置と罠を出してきたっていうのが面白かったね。過去に前回取ったことある配置を、強豪クラン相手だったら警戒すると思うんですけど、まあ、自分たちのね知名度とかを生かして、逆にこんなねトライブとかがね過去に前回取った配置出してきたらめっちゃ警戒するんですよ僕ら。バンバン、まあ当時だったらめちゃめちゃ警戒してると思う。だけど知らないようなクランが同じような配置出してきても多分あんま警戒しないと思うんだよね。同じでいけるやんみたいな感じでやると思うんだけど、そこをついたね同じ配置出してガンハメみたいなのが圧倒的に刺さっての11点ですが、まあそれでもカズマくんは取り切って、まああれも崩されてたけどね、まあ、防衛のヒント一ついい感じに見れたんじゃないかなと。過去の自分たちの前回との勝負みたいなところもね、今回は見れたんじゃないかなと思います。ちょっと面白い試合でしたね。はい。まあ、11点というスコア以上に面白い試合でした。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。さら